こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画を撮影してから1週間ほど経ちました。時は9月初旬です。撮影を行った日の日中の天気は晴れ、時々曇り。気温は最寄りのアメダス観測所のデータによると約17度から27度の間で推移しました。前回の動画で私たちは今年の夏に養蜂場でオオスズメバチの存在を確認しなかったと述べました。ところがどうでしょう、なんとその動画を公開した翌日に、つまり今の動画の撮影の日に、オオスズメバチが数頭の集団となって養蜂場に襲いかかってきたのです。9月になるとオオスズメバチは早速やってきました。なお、私たちは1年前の動画で養蜂場の西洋ミツバチが蜂球を作って黄色スズメバチことケブカスズメバチを退治している場面をお伝えしました。しかしその時は温度計の持ち合わせがなく、蜂球によるスズメバチ退治が熱殺であったのかどうかは確認できませんでした。ところが今回はミツバチがオオスズメバチを蜂球でやっつけている場面に温度計を準備しながら立ち会うことができました。そこでこの動画ではこの点に焦点を当てながらお話ししたいと思います。西洋ミツバチが襲ってきたスズメバチを蜂球で囲い込むことによって反撃し滅ぼしてしまう。この時西洋ミツバチは日本ミツバチと同じように蜂球の中の温度を引き上げることによってスズメバチを熱で焼き殺しているのでしょうか。この1年前からの宿題になんとかこの動画で答えを出したいと思います。この日12時頃に養蜂場に行ってみたら、驚いたことに3頭のオオスズメバチが巣箱の横でホバリングしながらミツバチに襲いかかろうとしていました。私たちが不意をつかれたのは、過去2ヶ月間にもわたってオオスズメバチの姿を全く見かけなかったからです。オオスズメバチの襲撃を前にして、カメラを撮りに行こうか、それとも捕虫網を撮りに行こうか、一瞬迷いました。撮った選択は、ミツバチに加勢するために捕虫網を撮りに行くことでした。網を取って戻ってくるまでは、おそらく十数秒のことでした。戻ってきた時に、3頭のオオスズメバチは、以前と同じように巣箱の横でホバリングしていました。そこで、早速、これら3頭を捕虫網で捕まえにかかりました。オオスズメバチの飛行は、器用さに欠けているので、3頭は簡単に捕まえることができました。それから、カメラを持ってきて、ようやく撮影することができたのです。これが網で捕まえたオオスズメバチです。頭順の下の方に大きな突起が2本生えています。そもそもミツバチの巣を集団で襲うのはオオスズメバチぐらいなものです。そこで次に巣箱のそばまで行ってみました。するとどうでしょう。1頭のオオスズメバチがミツバチの集団に今まさに捕まろうとしているではありませんか。抵抗するオオスズメバチはお腹を曲げて針で刺す姿勢をとっていますが、針は出ていません。また顎を開いてミツバチを捕らえようともしています。そしてこうしたスズメバチの防戦の犠牲になっているミツバチも中にはいます。他方のミツバチによる主な攻撃方法は、針で刺したり、顎で噛みつくというものではないようです。針で刺すときには、お腹を曲げて、尻尾の先端を相手に押し付ける特有の姿勢をとりますが、そういう格好をしているミツバチはあまりいません。また敵に噛みついているミツバチもいるにはいますが、数は多くはないようです。彼女たちがやっていることは、スズメバチの上に入れ替わり立ち替わり覆いかぶさって圧迫しているということです。ところで、すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この場面で
ミツバチの攻撃を受けているのは、単に一頭のオオスズメバチだけではありません。もう一頭、ケブカスズメバチも攻撃を受けています。画面の左側がケブカスズメバチの山で、右側がオオスズメバチの山です。わずか数分でスズメバチの抵抗がなくなりました。お腹がヒクヒクと痙攣しています。オオスズメバチの集団による襲撃は大量のミツバチの死体や半死体を作り出します。そうした新鮮な死体や半死体はケブカスズメバチにとっては格好の獲物になるはずです。この場面にケブカスズメバチがいるのはこうした襲撃のおこぼれに預かろうとしたからではないかと思われます。ただ、頼みの綱のオオスズメバチの攻撃は失敗に終わってしまいました。そして、戦いの修羅場にうっかりと足を踏み入れたケブカスズメバチはおこぼれに預かるどころか巻き添えを食って反対に退治されようとしているのです。さて、この場面でミツバチがスズメバチをやっつける武器が熱であるのかどうかを確認しなくてはいけません。はい、これがそのために使ったデジタル温度計です。まず、この機器が正常に機能しているかどうかを事前に確認します。そのために水を沸騰させます。沸騰した水の温度をデジタル温度計で測ってみます。測った温度はほぼ100度なので、この温度計は正常に機能しているとします。温度計で蜂球内部の温度を測る際に注意した点は、センサーの先端が地面につかないようにすることでした。センサーが地面と接触すると、計測した温度が地面の温度の影響を受けている可能性がありますから。温度計に表示されている温度はぐんぐんと上がっていきましたが、ある点でそれ以上は上がらなくなりました。これがその最高温度です。最高温度は 42.5 度でした。ちなみにこの時の気温は 29.7 度でした。先ほどアメダス観測所によるこの日の最高気温は27度程度と申し上げましたから、養蜂場の気温はそれよりも 2、3 度だけ高かったわけです。蜂球内部の温度と気温の差は13度です。蜂球内部の温度上昇はミツバチの発熱によってもたらされていると考えざるを得ません。最初にこのバトルを見つけてから35分が経ちました。どうやら戦いのケリは完全についてしまったようです。ケブカスズメバチはまだかすかに痙攣していますが、オオスズメバチの方はもう全く動きません。今回の動画から養蜂場のミツバチによるスズメバチの退治は熱殺であったと結論付けても良いでしょうか。確かにスズメバチの致死温度は45度程度とされているようで、今回測定した 42.5 度よりは高くなっています。しかし、デジタル温度計のセンサーは、蜂球の中に完全に入り込んでいたわけではなくて、蜂球の中に入りきらない部分もありました。そうすると、温度計による測定値は、外気温の影響を受けて、蜂球内部の実際の温度よりも低めに出ていた可能性があります。この点をきっちりと検証するためには、蜂球内部の温度をピンポイントで測定できるような温度計を準備する必要があります。こういう不十分点はありますが、今回の観察は、熱殺蜂球は、もっぱら、日本ミツバチだけがやる、得意技である、という神話に対して、風穴を開けることができたのではないでしょうか。西洋ミツバチも、熱殺蜂球を作って、スズメバチに立ち向かい、それを、やっつける能力を持っている可能性があります。西洋ミツバチの原産地にはケブカスズメバチやオオスズメバチはいなくても、ミツバチを襲う他の大型のハチはいます。ファーブルは昆虫記の中で
モンスズメバチがミツバチを狩ると言っています。それでは日本ミツバチの神話は一体どこから生まれてきたのでしょうか。この点についてはまた別の機会にお話ししたいと思います。一つだけ予告すると、この神話はこれが出てきた当時の社会状況と深く関わっているのではないかということです。はい、今回はここまでにしておきます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければ登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう、さようなら。